皆さんこんにちは、赤石奈々です。今日はじゃーん、ディズニーのベル風メイクに挑戦してみました。どうかな。これからメイクとヘアメイクをやってみるのでチェックしてみてください。では早速メイクを始めていきます。ちょっと初めてのアフレコを当てながらやっていきたいと思いますので、ラジオ感覚で楽しんでいただければと思います。なんか早速息子が出てきましたが、ビオレアクアリッチウォーターリエッセンスを結構たっぷりめに取って塗っていきます。日焼け止めは厚塗りが大事だと思ってるので結構たっぷり塗っていきます。で、全体になじませたらちょっと叩き込んで、次セザンヌの UV ウルトラフィットベースのライトベージュを塗っていきます。これもおでこ、ほっぺた、鼻、顎と5点塗りをして手でなじませていきます。で、ディオールスノーのこれは試供品なんですけど、私普段ファンデーション塗らないので持ってなかったので、ちょっと出してきたら生産終了でした、ごめんなさい。これをパタパタ塗っていきます。顔全体になじませるように塗っていきます。これすごいツヤが出てカバー力が高かったので、クッションファンデかなりいいなと思いました。で、毛穴が気になるのでセザンヌの毛穴カバーコンシーラーを塗って、こう毛穴を埋めるように塗っていきます。で、次にセザンヌのハイライトコンシーラー、これを鼻筋と目の下とまぶたの上、鼻の横で、まぶたの上に塗っていきます。ちょっとね、明るくしたいところに塗ってる感じですね。で、また叩き込んでいきます。なんかスポンジがなかったので、さっきのディオールスノーのスポンジをそのまま使ってますね。普通のスポンジがあるとなお良しです。で、鼻筋は通したいのでまっすぐ下に下ろすように塗ります。で、次オンリーミネラルのプレミアムファンデーションをこうくるくるっと気になるところにのせていきます。ブラシはダイソーのものを使いました。セザンヌのシェーディングスティックで顔にこう線を入れるようにシェーディングを入れていきます。私ね、顔の横幅大きいんでね、結構濃いめに入れてますね。次、これ結構すごいことやり始めます。キャンメイクのジューシーピュアアイズの一番濃い色でおでこを描いてます。私おでこが広いのでかなり描いていきます。ここね、ちょっと産後ハゲてるんですよ私。で、このハゲてるところとかを全部埋めるように塗って、顔の周りもシェーディングするようにかなり濃いめに塗っていきます。で、これを塗ったらどんどんなじませるようにします。で、次にセザンヌパールグローハイライトのブラシを細く持って眉下と目の周りの C ゾーンをちょっとツヤッとさせるように塗ります。で、鼻筋ですね、まっすぐ塗ります。顎にもつけます。で、セザンヌミックスカラーチークでほっぺたの高いところに楕円形に結構濃く入れます。で、周りをちょっとこうぼかすように一段薄い色でポン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 とぼやかしていきます。で、100円ショップのブラシでさらにぼかしてなじませます。ここから重要な眉毛に入っていきます。ベルの眉はまっすぐ意志の強い、こう本当にまっすぐな眉毛なので、まっすぐまっすぐまっすぐを意識して描きました。もう眉山とかもなく本当にまっすぐ、まあ、まっすぐしか言ってないですけど、とにかくまっすぐ描きます。このね、セザンヌのアイブロウすごい細くて描きやすかったです。私顔の歪みが強いのでちょっと眉毛が左右非対称なんですけど、まっすぐを意識して描いてますね。すごいなんか真剣な顔してますけど本当に真剣でした。ベルは本当に眉毛が大事だと思うので、とにかくまっすぐな眉毛を描けさえすればかなりベルに似るのではないでしょうか、多分ですけど。はい。で、その後ベルの明るい眉毛にするようにヘビーローテーションのカラーリングマスカラオレンジブラウンをつけていきます。
いつもよりね、もう本当に濃いめにつけてます。もう何もかも濃く塗ってるんですけど、アイブロウマスカラも何度もつけて濃く発色させています。ここから彫りの深いベルになるべく、ノーズシャドウもかなり濃く描いていきます。いつも使わないこの細い方の筆ではっきりくっきり描いていきます。鼻をまっすぐ描いて、でちょっと鼻だけを中にこうクッと入れるように描きます。これね、鼻を短くしたいんですね。で眉のとこもつなげます。ちょっと私ね、こう鼻低いからね、かなり入れてますね。でブラシでなじませるようにやっていきます。なんかモアイ像みたいですけど、はい。でちょっとスポンジでなじませて、こうトン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 ってやりながら、なじませすぎないようにですね、ムフォードのアイシャドウのイエローを二重の幅に伸ばしていきます。この色がすごいベルっぽかった。で目の幅を出すようにちょっとね、幅にはみ出して塗ってますね。でまぶたの下はこのピンクを涙袋に入れています。これでちょっとね、可愛らしさが出たらいいかなっていう妄想なんですけど、ここにピンクのアイシャドウを入れて、ちょっと黄色足りなかったんでしょうかね、塗り直してます。でこれがチャネルのね、ちょっとキラキラする白のパールみたいなやつをまぶたのこのなんだ目頭に塗ってますね。でアイライナー、うわちょっとシワがすごい、シワがすごいけど、あのね、そうアイラインは目に沿って細く入れるだけで大丈夫です。細く細く目のフレームに沿って入れます。結構ね、こう真っ黒のやつではっきり描いて、目尻ちょっとスッと伸ばしてね。でブラウンでね、こうぼかしておくと落ちにくくなるのでいいかなと思います。目頭もね、落ちやすいからのせて、でこの時私マツエクだったんですよ。だから一回ね、マツエクの流れを透明のマスカラでなじませてからマスカラ塗ります。オペラのねマスカラ、これすごい塗りやすくてよかった、リピートしようと思ってる。1000円ぐらいかな、すごい気に入ってますね。これで長さを出していきます。で眉の下にちょっと白のパールを足して立体感を盛ります。顔平面族なんでね。で鼻筋ももっと足します、平面族なんでね。はい。でリップ、これキャンメイクですね、下地代わりに塗ってます。リップクリーム感覚ですね。この後これ本番、サンローランの赤いリップをポンポンポンって塗ってますね。でまだ足りなかったみたいですね。次なんかちょっとツヤ出ますよみたいなグロスでちょっとツヤ足してますね。でまだ足りなかったみたいですね。ラシャスリップでさらにボリュームをアップします。もうこのリップ以外使えないくらい気に入ってます。感じで今日はベル風メイクと髪型をやってみました。どうだったでしょうか。ベルになれたか。髪型も結構簡単なので、よかったら皆さん真似してみてください。またね。We are, we always